入場料がいるんだ。そうなんです。ちょっとお財布取ってきます。はい、電子マネーは使え使えないですよね。あ、そうですか。
助監督の頃一度ロケーションに来たことがあるんだよ。あれ1900だから60何年くらいだな。その頃は夜夕張の両側の丘にあの明かりがザーッとこうキラ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 光っててね、独特の光景だったんじゃないかな。あれ夕張のねあの狭い谷の 両側に一面の明かりがこうついていてキラキラと賑やかで、こう炭鉱の街ってのはこういうことなんだなと思ったことがあったよね。これで撮影に旧蘭海で行った時だってまだ炭鉱はあの動いてたし、でも確か僕たちが行ったロケーションに行った翌年か翌年ぐらいじゃなかった、大事故があったんだな。すごいんだな、そういう危険な職場と、つまりで働いてるから炭鉱住宅の人たちはこう仲がいいっていうのは、なんかそういうこう危険を共にしてるとかね、みんなね、そこにはとってもこう強いこう情愛っていうものが、何があるかわからないっていう、そういう中で働いてるんだ、家となったらみんな助け合って生きていかなきゃいけないんだってこと、それから同時にそこにはいろんな全国からいろんなところ集まってくる、だからあのそれぞれの出自をあまり問わないとかね。結構監督の作品で北海道を舞台にしているものが多いなと思っていて、うん、でその中でも、まあ、中標津もなんですけど、幸せの黄色いハンカチでなぜ夕張がその最後の目的地にの舞台に選ばれたのかっていう、うん、あの映画の原作がね、あのアメリカのフォークソングなんだよね。あのタイ・アイ・イエロー・リボン・アラブ・ジ・オーク・トゥイというのタイトル、黄色いリボンを樫の木に下げてくれ、その歌詞の内容がこれなんだよ。その歌詞を読んで、あのなんだかイメージがこう放出してくるわけだ。この広い部屋があって、その向こうからなんか黄色いものが見えてくる、だんだん近づいてくると、よく見たら枝にダーッと黄色いハンカチがね、あのリボンがねたなびいてるという、でそんな映画作りたいなと思ったことから始まってるんだよ。これ広いところを走るんだ、車を走るんだ、まあ、日本アメリカに比べればほんと小さい国だけども、でもまあ北海道が一番広いわなと思って、あの平野をひたすら走って最後にこう急に上がったり下がったりの坂道のある町に来たらどうだろうと。でそれは北海道で行くと小樽の方とか、あとこのこっちの夕張の方だよな。で夕張、そうか、夕張は炭鉱の町なんだと。そうすると田村健はあの炭鉱で働いてるんだと。その流れ物で流れて炭鉱でようやく落ち着いて、そこで一人の女性に会うと。あの鯉のぼりを立てる竿ってのがあちこちに立ってるかな、うん、その鯉のぼりの竿に黄色いハンカチをこう下げて待ってるってどうだろうと。風にはたはたたなびはためいてなきゃいけないね。確か3日か4日待って、ようやく天気が降って風が吹く日、今日逃しちゃダメだと思って撮影したことを覚えてるよ。この2人を祝福するように旗がねパタ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 言ってたわけだ、あのハンカチがね。今学生の皆さんにこの、まあ、昔の夕張の写真をこうコラージュで作ってます。その上に今の、まあ、カラーで載っているのが、まあ、僕たちだったり皆さんだったり、まあ、夕張市民の方の幸せな写真をこう手前に展示をしようと、ね、はい、幸せの部分っていうところで、まあ、変わらないものがこうあるんじゃないかなっていうのをすごく感じてて、なんか自分が思う幸せな瞬間ってもしあればこう教えてほしいな。なんか私の中で幸せの条件は昨日より楽しいことだったり、家族がいることだったり、当たり前のことが本当に幸せなんだなっていう感じれる立場に入れるのが幸せです。当たり前って思ってるうちはそれはまだ幸せじゃなくて、あの当たり前のことが幸せだったんだなって気づいた時にやっと幸せになると思うので。監督にとってこう幸せってどういうことを感じるか。これ幸せの黄色いハンカチというタイトル、幸せってアイデアを使ったのは、あのタイトルを作ったのは、つまり この瞬間、この優作は
健さんの予測は幸せなんだよ。じゃあこれからさっきずっと幸せだけど、そんなことはないと思う。いろんな苦労がいっぱいあるよ。これから就職、奥さんがまた妊娠して子供が生まれたら、子供がまたお世話になるじゃないの。病院に病気になったら病院に行ったりさ、また不明原価も集中するかもしれない。でその時にこう時々あの瞬間を思い出すと、俺はあの時確かに幸せだったなっていう、そういう親がいい思い出を持ってるなと彼に思えるところじゃないのかね、うん、そういう何とか生きてるうちにそういうパンスってのがあるような気がするわな。一番分かりやすいのは君はまだ独身だろ。何度だったもそうだろ。やっぱりね、異性と知り合って愛がお互いに確認した日なんてな、どう考えても俺は今世界で一番幸せだと思うもんだよな。あれはそういう恋愛をしてほしいよな。本当に世界を取ったら気持ちになるもんだよ。そういう瞬間をいくつ持ってるか、いくつ持ってる人は幸せだよな。もうこういうプロジェクトに携わってなかったら、多分みんなもちょっと幸せってなんだろうとか、まあ、家族のこと考えたりとかって、まあ、なかなかこう気づけない。Thank you.